するしない？なんかこう演出家の才能がすごくあるプレイヤーだなと思ってるんですよ、私前から。ああ、なるほど。その自己プロデュース力もそうですけど、なんかこう自分がそこの真ん中にいるのに周りから見てる視野があるというか。いいね。もう本当にそれってなかなかできないことで、それは多分ねサラリーマンもやったことあるし、経営者もやったことあるし、あとペイペイ時代もあれば麻雀団体の代表でもあるわけで、いろんな人の立場は分かってて、で、あの特に麻雀って男社会だったの昔、だから実況、解説と実況っていうとやっぱり解説が好き放題言って、俺だってブーするぞなんつって、実況の女の子のことを何も気づかないことが昔は多かった。でも僕はこのあの弱い時代もあるし、そのいろんな立場の人がいて、その人たちがみんなが力を合わせて一つの番組を作るっていうことを知ったんで、全ての立場に立ったんで、だから選手が輝くように実況が輝くように解説をしたいの、だからこういうトーク番組でもそう、もう日向さんがどれだけ人気者になるかが僕の勝負なの、ここに来たからには。だから日向さんのことが嫌いだったり日向さんの応援をしたくないんだったら出ないの、僕は絶対仕事の。でもなんかね、ちょっと恐縮なんですけど、考え方がそこはすごく似てて、私は逆にここに来てくれた方がどれだけこう、輝いてくれるかだと思ってるんで、ちょっとなんかでも番組ってそういうものなの、だから似てるな。だからあなたはこういう番組の冠をもらって、チャンネルをもらって大抜擢されてるの。そういうものなの仕事って。大人はみんなね、関心ないように見えて、あのみんな見てるの、頑張ってる人には、あるいはそういう気遣いができる人にはこういう仕事が来るのよ。そう、やっぱりね、人ってね意外と無関心なように見えてね、結構見てくれてるから、だから僕はもうあのカメラが回ってようが回ってまいが同じようなことずっと喋るんだけど、裏表なく。そうですね、はい、本当にずっとなんか賑やかですよね。はい、そうです。だから裏表なくやってれば、これで失敗したら多いっていう人間が魅力なかったんで追われるんで諦められるんですよ。けど仕事だからとかキャラだからとかでやってると、なんかオンとオフが使い分けちゃうと、あの売れなかった時に、あ違う自分で行きゃよかったって後悔しちゃうんで、あーなるほど、素を全部出して、これで嫌われ者になるなら諦めがつくの、失敗しても、だからありのままで勝負して、素も勝負です、もう全部嘘もなしで、こういうトーク番組でも言わなきゃいけないことも全部言っちゃうし、はい、だから本当にね、だから彼女ができたり結婚してたら言っちゃうからね、だって隠せないもん僕、言うタイプですね、確かに、はい、絶対隠せないんで、はい、だから結婚ってどうなのかな。あのね、今さ、こうブレイクしなきゃいけない人間だと思ってる自分の中で、まだこれからです、あと3段階ぐらい上に、恩返しするために、そう、だから本当に地上波で勝負できるぐらい、今後その未来も見えますか、はい、そうです、モテます、モテてます、モテてます、もう現実だ、はい、ただ僕だけじゃないですよ、これは麻雀界全体を、おこがましいですけど僕が連れていくつもりで、はい、かっこいい、はい、日向さんのことも、はい、いつか一緒に僕が実況で、まあ地上波の麻雀番組で僕が解説だったら実況日向がいいんじゃないかって言って、それを言えるぐらい僕は立場にドンになってるんですか。いや、ドンというかね、なって中心人物にまたなって、いつか地上波で日向連れていく目標ですか。今、たくさん連れていかなきゃいけない人いっぱいいるんで大変ですよね。いや本当に頑張るよ、はい、楽しみです ね、 そ う、 ね、そう思うと、大井さんの野望って結構止めどなくてゴールない ね、 ね、そういえば止まれないですね、残りの人生。そう思うと、じゃあ結婚できないの。できないしね。ああ、そっ、じゃあ諦めっか。諦めるか、結婚しないけど子供を作るとかしてみたらいいんですか。それがさ、それがさ、もう枯れちゃってっかもしんねえんだよね。機能しないんですか。オスとして機能するしないじゃなくて、マージャンするしないみたいに言うのやめてもらっていいですか。機能するしない。やめてください。
卑猥なヤホーに持ってない高春のつけてもらっていいですか。いやでもね本当にだって分かんない、だって結婚もしたことないわけだからね、まあ、イメージできないですよね、したことない、ね、できない。だから相手もいないのに子供のイメージなんて浮かばないじゃん。だってさ、うん、テンパってもいないのに上がりのイメージ浮かばないのと一緒でさ、わかりやすいけど違うと思う、うん、違う。え、でもだってモテるでしょ。それはまあ、まあ彼女がいなかったとしてもモテるはモテるでしょ。じゃあはっきり言おうか、うん、昔はモテたあのね、じゃあもうね本当に言うけど、うん、麻雀界ってねタイトルを、1つから5つぐらい、うんうん、で、1.5 流のやつの方がモテる。ちょっとごめん、どういうことですか。もう一回もう一回。で最高位戦で言うと、分かりそれどうか分かる、一番モテるのはタイトルを2つぐらい取ってる B1 リーガー。あのね、水巻とかですか。水巻はモテる。水巻でもタイトル4つ取ってるからね。あ、そっか。でも B1 リーガーで、あいつは竜王3回マスターズとか。あとは誰。でもマジで、いやそのぐらいの中堅どころというか、じゃあ例えば入ってさ、うんね、3年以内の上司、石橋だ。石橋落っこってんじゃねえか。あ、そっか。石橋落っこってんじゃねえ。石橋さんだ今。多分石橋もモテる。はい、そうですね、うん、ただ石橋があと10個タイトル取って団体の代表やったらモテないから。モテないの。なぜなら、はい、入って何年かの5年以内でいいや、5年以内の女の子が大井さんご飯行きましょうかって言わないから。一回も言われたことない。あれだ、もう手が届かないやつだ。手が届かないっていうか、それは人間のランクとしてとか男としてじゃなくて、なんかもう声かけづらい。もうで僕は僕で、例えば若い女の子となんかご飯行ってそれがバラされるのもなんかこう、ね、怖いし怖い、うん、なんかえでもそんなに大井さんが多分ご飯とか連れてっちゃったり、うん、なんか二人きりでいろいろ会っちゃってたら、うん、すぐ噂になってなる、耳に届いてるはずなんですよ。届いてる。だからそれもリスクじゃないですか。わざわざリスクでもう すっごいリスク。例えば RMU でいきますよこれはガチだよ、大井さんガチトークだよ。 RMU で女の子とご飯なんて行ったら、うん、残りの二十何人の女の子が嫌な思いするから。僕キャスティング権に持ってるから、いろいろなところで、例えばじゃああの子と実況するとか、あの子を出してあげたらいいんじゃないとか、こういう番組で何かあった時にもう選べなくなっちゃうのよ。そうです、ね、誰かとご飯行ったりすると、うん、こう終わりじゃん。なんかちょっと嫌ですね。そうで、他の団体の関しても、うん、僕はまあまあテレビ局のプロデューサーとかが、大井さん今女流だったら誰がいいですかって聞かれるわけよ、うん。それで例えば最高位戦だ日向がいいとか、うん、教会なら誰々がいいって言うとするじゃん。あんまりそれもその時に、うん、その女の子と飯行ってたら終わりじゃん、うん、だからなんか勘ぐられるのも嫌だから、うん、なんかすごい頭いいですね、さすがですね。いけない、うん、これはね昔ね僕がねあれもう連盟辞めた後かな、森山さんもね同じこと言ってたんだよね、会長今その時は副会長やったんだけど、うん、もうなんか女流とご飯行ったりもうしにくいよななんて話を十何年前にしてたんだよ、ね、そんな仲じゃないのにってことですよね。そう、だから恋人になってりゃいいんだよ。うん、それも難しいですけどね。難しいかもしれないけどまだそっちの方がいいんだよ、うん、だから恋人になるまだサンシャンテの時にご飯に行けないもんで終わりなんよ、チャンスがないんよ。じゃあ全然統一になれないですね。そう、もう順からよ。順から、うん、もう無理よ、うん、え、じゃあもう枯れてますね。だそういう意味ではあと46にもなるとやっぱり女の子を見てもあ可愛いねって終わっちゃうんだよね。おじいちゃんじゃないですか、うん、え、変なこと聞いてもいいですか。性欲はあるんですか。あのねないわけじゃないけど、ないわけじゃないけど、はい、マックスが例えばだよ、マックスがこう100だとしたら、うん、もう半分もないよ。50切ってるんですか。どうこうしようと思わないもん、うん、おじいちゃんじゃないですか。そうです、おじいちゃん、うん、まだお若いのに。お若いもんね、もう枯れてくだけですね。あとでも昔から、いや昔からそもそもなかったの。あ、もともとそんなに女の子を好き好きもなよりも、うん、男とこう遊んでた方が楽しかった。いやそういう人多くないか、麻雀界。それだって麻雀ってさ、なんかそうそうそう、女の子にあの女の子をそうでもない男が集まってやるものだったからさ、うん、学生の頃とかさ、だって高校の時とかずっと麻雀やってたんで、うん、
そういう連中になっちゃうのよ、麻雀って。いや、なんか芸能界と麻雀界なんか似てて、やっぱりこうそういう仕事仲間じゃないですけど、麻雀仲間とかその仲間は大切にしますよね。そう、それはね、そう、学生の延長みたいな感じでね、そういうとこあるんだよ。あ、じゃあ結構大井さんの彼女になりたいって人が出たら大変ですね。難しいですね。あ、だから自由の時間をくれないと、週にどれくらいですか。すげえ、すげえこと言っていい、絶対引くよ。いや、どうぞ、もう引いてるんで大丈夫です。週に1回2回でいいね、会うのは。あ、週に1、2回会えるならいい方じゃないか。あれ、そうなの、なんだ引かないの、正直言って。さすが麻雀界の女。え、もっと会わなくてもいいでしょ。会わなくてもいいよ。会わなくてもいいけど、会ってもいいよ、それぐらいなら。人の目気にしたいでしょ、週1、2。そんなことない、そんなことない。あ、だって結構会えてますよ、週1、2って。マジで、だってカレカナでしょ。あ、え、結婚でそれ言ってない。あ、結婚でなの。入籍されてる。いや、だから結婚で週1人なんですか。別居婚ってこと。別居じゃなくても、だって僕毎日仕事入ってんだよ。でも毎日お家には帰ってこないんですか。あ、帰る。毎日。じゃあ一応会えるじゃないですか。そういう意味ではそうなんだけど、オフを作るみたいな話。あ、オフで1日こう一緒に入れたりする時間が週1回ぐらい。1回かな。それいい旦那さんですか。あ、そうなの。そりゃそうよ。 だって週5、6でとか7とか近く働いてる社会人いっぱいいますから。帰ったらすぐ麻雀の動画を見て5、6時間見て寝てっていうのずっと続くんですよ。で、たまに、ちょっとやだな、嫌なんじゃねえかよ。それは細かい内容を聞いたらちょっと嫌だったけど。だから1日朝起きる、麻雀動画を見る、ね、で、はい、仕事に行く、帰ってくる、麻雀動画を見る、寝るだけだよ、これが週に絶対に6回続くの。あ、で最後の週に1日は平日に、平日の真ん中あたりに今日はオフというか、あの家でやる仕事あるんですよ。あの、空いてないじゃん、ね、ネットの麻雀とか、ほら、空いてないじゃないですか、それ。だけど6時間ぐらいとか8時間取ったら休憩時間みたいな、ね、ここお前のためにみたいな顔されるんですか。開けたぜ。うざーい、やだじゃあ無理じゃねえか。無理でした、ごめんなさい、ごめんなさい、全然無理です。なんで俺生放送で振られてんだよ。生放送じゃない、もう収録で振られてんだよいやー、無理だわ。無理だろ。嫌です、はい、嫌です。じゃあできないじゃん。私は大井さん、もともとちょっとごめんなさいマジかよ、なんだよ。いや、なんか、ね、結構好かれて呼ばれてんじゃないのかよ。違うの、大井さんはね、なんか性格がなんか多分似てる側だから多分無理ですよね。そうなの、振られちゃったの。でもね、より分かった。ただね、聞いて、はい、オスメスじゃなくて、大井さん、このみんなで麻雀プロ同士がその合宿したりする時の大井さんは面白いし、麻雀の話いっぱい知ってるし、これ貴重な存在だから思うなんで今大切にした方がいいよ。なんかちょっと自分を大井いい、ね、大井おじいちゃんを大切にした方がいい日になってたあるトークのスキルも持ってるよ、うん、すごいアピールしてくれる。おいおい、振られたからさ取り返そうと思ってよ。いや、面白いし、いいんですよ、その面白いのは知ってるし、話上手くて麻雀強いの全部知ってるけど、彼氏とか旦那さんタイプじゃない。あ、それはよく言われる、よく言われる。みんないろんな人に振られてきたよ、告白してもいねえのに。みんな大井さんはちょっとって、だからモテねえんだよ、ほら。本当だ。え、でも見た目だけで入った人は好きじゃん、大井さんのこと。だって顔かっこいいし。そうかい、かっこいいですよね。そうかい。ただあれだよ、入って見た目だけで入ってきた人は1ヶ月ぐらいで冷めるで、みんな大井さんを知って。いや、でもなんか麻雀が強くなりたいんですって女子とかにはたまらんと思いますけどね。麻雀を今までね、麻雀教えてくださいっていう人がまともに教わってくれたことないからな。女子ってそういうのありますよね。ある、ある。あれ上辺なんですよね。わかんねえよ、それ。結構そうだと。そうなんだ、ちっちゃな声。そっか。だってなんか、教えてって言ったくせに、デモとかだけとってめちゃくちゃいますよね。確かにね。あれ何なんですか。あれはね、私の教わりたいように指導してっていうことだし、あとは私があんまり苦労しないように簡単に勝たしてってことだ。わがままスタイルですね、でも女の子はそんなの、そういう女の子も可愛いと思えるぐらいもうおっさんなの。一個上なの。すごいですね、確かに。うん、だからもう、そう、おじいちゃん、モテるモテないの話を超えちゃったよね。ハニートラップ来ても引っかからない自信あります？それはない。
ハニートラップが来たら引っかかるよ。気をつけろって言われてるんだよ。本当に気をつけろって言われてるんだ。ただ今日知るかよ、んだもん。落ちちゃう自信がある、うん、どんな手口に弱いんですか。例えばあのね、いや麻雀プロじゃない女性にしましょう。なんかファンが近くのあれだとあれだから、ファンがファンの方とか大井さんのことあのなんか、うん、動画で知ってなんかお会いして、うん、なんかあ大井さんですよねって、一般のファンとかだったら引っかかんないと思うけど、芸能人とかでお互いが秘密を共有できるとかリアルな回答うわすごい低い。だって、ま、あ正直すぎてちょっと今だってしょうがねえじゃん。帰ってきます大丈夫です、うん、マジだから。はいはいはい、ガチトークです。それで言われてお付き合いしましょうって言われて僕が本当に好きになったら絶対うんって言っちゃうかもしんないじゃん。そんなの、いやなんかちょっとそこら辺の線引きどうなんですかね。ちょろいんですかね、おじさん。それが罠でしたって言われてもわかんない、なったことがないけどね。でも今後あるかもしれない。だからいや絶対にありませんって言って引っかかっちゃう男より正直ないでしょ。正直でね、うん、あれかかるよみたいな方がいい。かかるでしょ、だってそんなのさ。僕思うんだよね、なんか最近芸能界でいろいろ問題になってるけど未成年がどうのこうの、そこは気をつけたいと思ってるの。あ、うん、でも未成年かどうかなんていちいち確認しないじゃん。身分証見せてってスタートないですもんね。ないでしょ。そうだから僕は正直19歳と21歳の区別がつかないんで見て私も分かんない、ね、つくわけないんで、はい、そこは気をつけろっていろいろ言われてんだよ、うん、事務所とか、うん、偉いさんから、うん、はーいって言ってるけど僕に来ないでしょと思ってるけどね。いや不意に来るかもしれないんで大井さんも気をつけてください。気をつけます、気をつけますけど引っかかった時はすみませんだよ。だって引っかかるかもしれないもん。引っかかったらここでまた私がインタビューします。分かった。こうやって報道ステージ、うん、そうだぞ。それでいやでもあれは本当にしょうがないでしょっていう、出会いは突然でみたいな、すいませんって言うかどっちかで言い訳をするかどうなんだろうね。そういうのって僕には来ないっしょ。いや分かんないですよ。でもあれさ、だって今後さらに大きくなろうとしてるじゃないですか、うん、そうだね。だって地上波に出ていろいろ引っ張ってくる立場、もう権力者ですよそれは。いやいや、そこに大井さんいたらハニートラップ来ますよ。ただ暗いです。ただ、うん、本当にこれは今から言っとくけど僕は芸能界に友達が結構いるの、うん、麻雀好き結構いるから。で公表してない人もいれば公表してる人もいるのね、麻雀好きを。で正直その男性もいれば女性もいるのよ、うんうん、麻雀好きがね。いいことですよ。そこで僕が街中で一緒に歩いてようが麻雀を一緒に打ってようが芸能人とね打ってて、そこをカメラに撮られても友達ですってよく言うけど、よくさ芸能人同士がさ、うん、撮られて写真撮られて、うん、友達ですって言って、うん、今までは友人じゃねえだろうと、うん、こんな夜から朝までいて、うん、部屋の中いて、うん、なんかあんだろうって思ってたの、うん、でも本当に友達ってあるから、うん、ありますね、うん、僕の仕事って夜遅い、麻雀って遅いじゃないですか、うんうん、だから収録が終わるのがテレビとかあったら12時回ることも結構あって、そっからじゃあ誰かの家行って、あの芸能界の人たちも家に宅ある人結構いるから、そこであの朝まで麻雀してましたって普通なのね、うん、確かに僕、うん、それをもう何回もあるんで、それを朝帰りで取られて付き合ってるって言われてもないんで、うん、それ今のうち言っときたい。なんか麻雀って確かにありますね、うん、いっぱいね、いっぱいあるんで。そんなこと、じゃあもしそんなニュースが出た時は、はい、これを見て青井さんはお友達関係だったんだなって思います、ね、はい。でそれが本当に付き合ってるんだったら僕はそれは悪いことだと思わないんで、うん、あ取れちゃったっつって、うん、で付き合ってたかも、楽しみ言っちゃうかもしれないし、青井さんに彼女ができる瞬間があるかもしれない、あるかもしれない。でもね、うん、その欲がないんだよ ね、 あのね、性欲云々じゃなくて、彼女ってじゃあ何なのって話なの。いやいや、私より全然生きてる大井さんにそういう質問されてもちょっと気になると困ります。じゃあ例えば彼氏彼女の関係と、うん、旦那女房の関係とお友達とっていうのがよく僕は分かってなくて、難しいですね。本当によく分かってない。なんか Google 先生に聞いたらどうですかっていうか、なんでさ Hey Siri みたいなのとかやればいいんじゃないですか。あのさ、一夫一妻制っていうの、これなんていうの、一夫一妻ですか、あってもさ、じゃあ一夫多妻制の国って結構あるじゃん、未だに、うんうんうん、で僕は経済力があって、あの揉め事がなければ一夫多妻だろうが、その
女の人の方がたくさん亭主を持ってもいいし、うん、逆でもいいし、うん、僕は何でも自由だと思ってるんだけど、なんか一人と結婚するともう一人とは遊びにも行けないみたいなことになるじゃん日本って。不倫もしてないのに、うん、あ、うん、例えば誰かと結婚するじゃん、そしたらいろいろ考えてきてるんですか、考えてる、誰かと結婚したらもう女の子と、うん、マージャン朝までしたらやばいでしょ。一般的な常識だとダメなんですかね。ダメ、多分ダメ。あ、そうなんだ。その時に言い訳して、いや、うん、朝帰りして、あと朝まで一緒の部屋にいて何もないはないでしょって世間が見るよ。よしさん、結婚も相手もいねえのにすげえ考えてるじゃないですか。慎重派だな。ハイパイから降りてっからよ。いや、本当ですね。ハイパイから。いきなりどうやってこの曲を降りるみたいなこと考えてるけど、よしさん、大丈夫です。うん、全然誰も張ってないし誰も待ってないです、はい、全然張ってねえやん。そうそう、だからすげえ思考深いですけど、うん、逆にそれちょっと、うん、あれですね、誰も切ないぐらいの妄想入ってます、うん、入ってるな、はい、こじらせ、誰も嫉妬しねえな、はい、今考えたら、はい、今のところ、うん、はい、確かにそうそうです、そうです、うん、逆になんか大井さんすごい一夫多妻について語り始めた、やべえぞみたいな、うん、あれさ、こんなことさ怒られるかもしれないけどさ、はい、うん、藤田さんとかさめっちゃ金持ってるんだからさ一夫多妻制でいいよな、あれ1000人ぐらい返しにくいわ、あれ1000人ぐらい奥さんいて、やめろやめろ、1000人ぐらいの人幸せにした方がいいぜ、奥様が見てるかもしれない、やめろ、そうだな、あの人めっちゃ優秀なさ遺伝子だからさね、あの人らがさの何やったって成功するんだぜ仕事、これ下に一個人の感想ですつけてください。あの人がさマジで1000人ぐらいと結婚してさ全く思ってません、1万人ぐらい子供産んだらさ日本は、ま、日本変わるぞ、また続ける、うん、ディープインパクトみたいなの、そうそうそうサンデーサイレンスから来てよ、いやでもすごい血筋ですからね、そうそうそう、活躍間違いなしです、あの才能やべえぞ、うんうん、これは一個人の感想です、そうそうそう、僕は一切関わりがありません、そういう意味で子供を作る自信がないっていうのもあるんだよ、え、あの僕みたいな昔さ学生の頃ね、はい、ちょっと頭にいい子だったの、うん、頭良さそう、 IQ が高くてちょっとおかしいって言われてたの、うん、おかしいっていうのは変わってるのですか、なんか先生に呼び出されて、うん、この子危ないと、IQ が高すぎるんで、うん、でなんか調べられたりなんか、そうだったんですか、そう、ちっちゃい頃にそんな過去が、犯罪者になるかもしれないみたいな親は言われたらしくて、すげえ、何か科学者とか何かになるか犯罪者になるかみたいな究極ですね、危なかったけど、うん、危なかったな、麻雀プロでよかったな、よかったこっち側でしたね、うん、そうです、でなんか僕の子供が悪いことしたら嫌だから、うん、テロとかやったら嫌だから、どんな子供になるのか想像できないんだよ。だから、大石さんね、あのね、うん、さっきも言ったんですけど、大石さん飛び越えすぎちゃって、話が。大石さん、まず、相手いないし、結婚してないし、子供生まれてないし、生まれる予定ないし、その子がテロするかどうかの話全然いらないし、心配いらないし、まだ開局もしてないんで。サイコロ振ってないの？いや、メンバーも集まってないです。メンバー集まってねえの？まあ、答えっす、まだ。あ、そう。はい、なんで、この心配も今のところ全然いらないですね。あ、そう。気づきました？今知った。あ、よかった。無駄な心配でした。